坂井キャンプコーチの菊池です。今回は初心者に多いアウトサイドでボールが蹴れないという悩みを改善するトレーニングを紹介します。はい、最初に、親子で向かい合って立ちます。最初に子供がボールを持ちます。で、次はアウトサイドで、ボールを蹴る練習になります。ボールをしっかり置いて、ボールを蹴ります。はい、でこの時のポイントは、ボールを自分の前に置いて蹴ろうとすると、アウトサイドはとても蹴りづらいです。なので少し斜め前に、ボールを置いた状態で蹴ると蹴りやすいです。左側にボールがある時は右足のアウトサイドでボールを蹴ります。左足で蹴りたい場合は、右側にボールを置いてアウトサイドで蹴ります。はい、斜めにボールを置いてしっかり踏み込んでからボールを蹴ります。斜めにボールを置いてしっかりと踏み込んで足の外側で蹴ります。これが上手にできるようになったら、少しコーンなどを置いて、ゲートを作ります。子供はこの間を、通すゲームになります。しっかりと、斜めにボールを置いてしっかり踏み込んでからアウトサイドで蹴ります。でこれが上手にできるようになったら、コーンの幅を狭めます。しっかりとボールとコーンをよく見て踏み込んで蹴る。斜めにボールを置いてしっかりと踏み込んでから蹴ります。はい、サッカーでアウトサイドよく使います。でコーンなどを置いて、ゲートを通すゲームとして、楽しみながら練習してみてください。